2020年のホーメファームさんのアカシアと菜の花の蜂蜜です。2020年の、17回目の採蜜で取られたものだと思います。菜の花は純粋に菜の花で売られているものと、アカシアとのミックスで売られている2つを購入しました。今回はアカシアが混じっている方です。今、アカシアの入ってる方がかなり結晶化が進んでることが分かってます。見た目的に分かります。で、結晶化が進んでる分、今回は、液状の部分以外に結晶の部分も、取れたの、スプーンで引っ掛けたので、まずは、結晶が多い部分を見てます。で、アカシアが入ってない純粋な、菜の花の蜂蜜の場合にはかなりいろんな花粉が見て取れました。一方で、今度、液体の方も見てみますが、アカシアの方は比較的、そういう不純物というか花粉が少ないように見えます。先ほど今左肩のとこに見えてる、黄緑色の点とかが、おそらく菜の花の花粉なのかなと思います。先ほど、菜の花純粋の時に3種類の花粉と思われる不純物が見て取れましたが、今回のは、片っぽに特徴が似ているので、おそらく花粉だったかなと思います。左の方のところにも黒、薄っぽい色の それの右側に2つ、色のついてる点が見えてますが、これが花粉じゃないかなと思います。今の、私の顕微鏡では、これを色のついた丸が入ってるっていうのを特定するぐらいが限界かなと思います。数の、花粉が入っているようなおそらくですが、今画面に見えてる、ちっちゃい色のついてる点も別の種類の花粉じゃないかなと思います。結構よく見ると、花粉っぽいものが複数入っているのが分かります。無農薬、無化学肥料で育てられている農家なので、結構その自然に近いような蜂蜜であると思うんですが、やっぱりいろんなものが入ってて面白いです。